は香りに、あ、やばい、ちょっと待って、あのこれ来週こうなんか編集して週末動画あげるじゃん、だからあの使う部分から撮ろうと思ってそしたら前髪いい感じでできるじゃん今日も木パンでございます。イエーイ。ねえ、髪の毛さ、めっちゃ色抜けたでしょ。上の方はちょっとなんか紫残ってるけど、下はね、ほぼね、なんかベージュみたいな。でもなんか画面ではそんなに明るく見えないけど、なんか結構明るい。はい、木パンしていいっすかね今日のメニューは、韓国人ってすごいさ、辛いの食べるけど、日本人ってあんまり辛いの食べる人少ないから、日本人も美味しく食べる辛くないチキンを紹介していきたいと思いまーす。イエーイ。で、その辛くないチキンの名前が、シュプリームチキンって言います。シュプリームチキン。で、韓国ではね、辛いとか、ちょっとクッパとか、そういう大人の味じゃない、大人の味じゃなくて、こういう甘いものを好きな、なんか人のことをエギインマっていうの、なんか赤ちゃんの口の味みたいな。辛いのとかが食べられない。エギンマサラミョンチキンだー。ブランドがね、チョガチュヤンニョムチキンっていうとこです。ジン、ペプシオープン。シャーン、なんか匂いはめっちゃ美味しそう。美味しそう。シャーン、テンテ、重い。まあ、とりあえずこんな感じです。なんか白いソースと赤いソースです。で、一緒に私ご飯頼んだんだけど、あー、そういうことか。ご飯の上にソースが、大根、お決まりの大根です。なんかこのさ、もっぱいやるとき毎回時間かかるのがさ、この絵面を確保するのにめっちゃ時間かかるんだよね、いつも。はい、え、箸がない。あ、これいくらか、ね、ペダイピーパプチョド2200円ぐらい。あの、なんだっけ、宅配費。いただきまーす。じゃあ、あったかい、てか熱いわ。じゃーん、いいでしょ。食べるね、もぐけよ。うん、なんか全然辛くない。ほんと全く、なんかヤンニョムチキンみたいに甘辛じゃなくて本当に甘い。辛いのダメな人、ヤンニョムチキンでもちょっと辛いって言うじゃん。ヤンニョムチキンの本当に辛いのを全部抜いた感じ。白いのチーズらしいんだけど、いこ、チーズやよ、ほんごチーズ。え、これ絶対日本人好きだと思う。いこ、유분산でも진짜좋아할걸、엄청좋아할걸。男の人だったら2人ぐらいかな、女の人だったら3人前ぐらい。チキン、これチキン1羽なの。味的には本当に辛くないヤンニョムチキンにチーズがかかってる感じ。でもみんなは想像するチーズってよりもチーズソース的な、チーズマスタード的な味って言ったらいいかな。あ、子供も全然平気。本当に小学生とかも食べて全然平気です。多分ね、新大久保にもシュプリームチキンあると思うんだけど。私が一番好きな部位、もう首。うん、首はなんかこうかぶりつくは美味しさってよりも、この骨と骨の間のなんか肉をこうちまちま食べる。私辛いもの多分かなり強いと思うなんか日本人にしたら食べるっていうよりも、多分韓国人内でも私結構食べる方だと思う。なんか最初は全然食べれ、全然でもないけど、そんな食べれなかったけど、食べてったらね、慣れた。最初は本当にね、あのプルダポック麺もなんか辛くて、なんかってやって食べたし、多分全部最初全部食べれなかったと思うんだけど、もう今は全然食べる、普通に。
とご飯食べてみる？これご飯。じゃん。でもなんかちょっと甘いからさ、若干。え？待って、中にお肉入ってんだけど。ちょ、茶色いの見える？パパ、カレセック보여？고기가들어가있어。ん？どっかで食べた味する。なんかケバブ屋さんとかで出てくる、なんかそういう系の味がする。ケバブチー、ケバブチーブ屋さん、あに、ケバブ아니고、あ、너무맛있네。ケバブ아니고、ケバブ、ケバブ。犬がゲっていうじゃん。ケバブって言うとなんか犬の飯みたいな、ちょっとあんまり良くない表現なんだけど、ケバブ아니고、ケバブ、ケバブ。あれじゃ、犬の飯って言っちゃってるみたいな。大根は酢漬け、大根の酢漬けです。大根の。チキン ASMR？ え、私多分 ASMR うまいと思うんだけど、くちゃくちゃしないじゃん。こう ASMR やっても本当にこう噛む時の音だけ出して私くちゃくちゃしないからさ、すごいうまいと思うんだけど。てかすごい、今更だけど言っていい？すごい、飽きた。辛くないから飽きちゃう。美味しいんだよ、本当に美味しいんだけど、美味しいんですよ。美味しいんだけど、甘いから飽きる。終わり！まあ、こういうこともあるよね。今、冷蔵庫にチャメがあるんだけど。チャメ、どうやって切ればいいかわかんないんだけど。いつも適当に切っちゃってるから。じゃーん、チャメ。なんかメロンの薄い味バージョンみたいな。皮むくけうまくできないんだけど。セロロ자르고、껍질セロロ자르고。怖いねー。いくよい。え、こうやってやればいい？怖い。껍질먼저잘라요？껍질？껍질먼저잘라？여기먼저먹겨？여기？맞아。やばい、すごい。チャットの量が今までで一番早いかもしれない。여기를먼저잘려？그치？잘렸다둘다야바이거너이렇게하고세로로세로로이렇게세로로답답해모두가시어용도부짠じゃーん。はい、こんな感じ。え、これ食べていいの？いや、もうどうで？失敗だって。껍질은어떻게？이렇게、あ、이렇게하면되겠다。껍질은。이렇게하면되겠지？こうやればさ、皮取れるじゃん。え、危なっかしすぎる。え、なんかこれでまた、カオルさん料理できないんだなとか言われるんだろうな。オッケー、てーん、出た。オッケーだって、韓国人みんなオッケーって言ってる。マイス。メロンの、硬い部分の味って言ったらいいかな。それをね、ちょっと甘くした感じ。工作だって、やば。DIY、DIY。あー。お母さんこの動画見て恥ずかしいだろうな。怖い、大丈夫、あと2個残ってるから慣れるはず、終わる頃には。怖い。私は怖くないんだけどね。でもこれもさ、ライブのなんか醍醐味みたいなとこあるよね。怒られそう、お母さんに。もうライブで料理すんなとか言われそう。終わり。汗かいた。これが B 型だ。そうだよ、これが B 型だよ。
これ1キロで400円、1900円とか2000人に私の包丁できないことバレて結構恥ずかしいんだけど、どうしよう。まだこんなにあるんだけど、見て、まだこんなにあるんだけど、タネが、あとこんだけの数、さっきの皮むきをしなきゃいけないんだ。ピーラー買おうか。でもほら、女の子は完璧じゃなきゃ、あ、完璧じゃダメって言うじゃん、ちょっとこういうね、とこがないと。だから私はよく言って、昔からずっと言ってんだけど、結婚する人は部屋掃除してくれて、ご飯作ってくれて、洗濯してくれて、洗い物してくれる男の人の代わりに仕事しなくていいよっつって。伸びらにょー伸びらにょー、飲まんしね、あにんだい。うん、私が仕事してお金稼ぐから、うん、家のこと全部やってほしい。私はもう年収いくら以上とかそういうのはもう望まないからね。お家のことだけやってくれたらいい。ちゃんと動画を上げ始めたのは2017年の12月とかかな。ピアス開いてんだけど、私いつもめんどくさくてつけないの。最近ね、可愛いのあって買ったんだ。私あんまりつけないんだけど、めんどくさくて。これね、可愛くない？見て、イプジ。これも500円、500円です。ピアスは全部で6個開いてる。こっちに下に3つ開いてて、軟骨に1個開いてて、こっちに2個、耳たぶんに1個。あ、昔はすごい海とか行ってたんだけど、最近なんか海行ったらさ、日に焼けるし、なんか海水でベタベタするし、暑いし、でなんかこういろいろ考えたんで、もうなんかお家が最高ってことに気がついた。バーベキューも私さ、なんかめんどくさい人なんだよね。だから結構インドア派なのかもしれない。準備するのとか洗い物とかなんか考えただけでもめんどくさくて、だから私本当に超インドア派だから、今なんかこのストレス発散法も聞かれたけど、本当にね、もう家でもう寝ながら携帯自体とか、普段ただこうやってなんか寝てるだけとか、あとインターネットしたりとかゲームしたりとか、もうそれがねストレス解消。逆に出かけるとストレスになる時もある。おぬーだ、かんざいよー、よろぶん、今日もありがとうございました。내가잘태어나서잘난걸어떡해